回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝戦、横浜 F マリノス対サンフレッチェ広島は2対0、横浜 F マリノスが見事優勝の栄誉に輝きました。引き続き表彰式を行います。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。Thank you.
第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会表彰式を行います。審判団に公益財団法人日本サッカー協会佐々木一樹理事より記念メダルが授与されます。続きまして準優勝チームの表彰です。準優勝はサンフレッチェ広島です。日本放送協会小野直岐副会長より NHK 杯が授与されます。共同通信社福山敦彦社長より共同通信社杯が授与されます。サンフレッチェ広島は今大会のフェアプレー賞も受賞いたしております。公益財団法人日本サッカー協会佐々木一樹理事よりトロフィーが授与されます。
鹿島の健闘をたたえ、皆様大きな拍手をお願い申し上げます。文化センター、ヤンキレスハイムコーディネーターよりドイツ杯が授与されます。